州ブーボー、プランニングシティがスタートいたしました。さあ昨日ですとこの魔のコーナー金属一致しましたが大丈夫でしょうか。例の点1位を抑えてきました倉岡選手、ヘアピンコーナーに向かっております。昨日 A1 クラス決済は高山チャンピオン T 選手が1分23秒台出しております。このコース昨日の同じコースヤード、さあ FC ちょっとプラスしました倉岡選手。さあ大きな方の SC、 大きな SC でちょっとプラスしました倉岡選手になりますが、来週セクションに向かっております。さあ昨日よりは、太陽が顔を見せておりますが、路面温度はまだ上がっていない、感じでなく前半ポートランド C コース。さあ折り返し地点を回りまして第1コーナーに向かいます倉岡選手。昨年はイギリスのジュニアシリーズを走ってました倉岡選手になります。京都は宮下のエントリー、中間タイムが1分1秒90、1分1秒90で通過しています。さあそして2号車がちょっとスピンをしました。2号車に木村俊選手、オーリンズブーオー GTC が1コーナーでスピンを犯してしまいました。戻ってまいりました倉岡選手、タイムの方は1分30秒160、1分30秒16、丸ですね。中間計測点、中間1分1秒90、1分1秒90と、前週は倉岡選手と全く同タイムで、あ、失礼しました、西村選手は1分6秒77で中間計測を通過しております。そして続いて3番の藤原スタートしております。さあ戻ってまいりましたら、西村俊選手、西村俊選手が1分36秒143、ピンが効いてしまいましてタイム伸び悩んでおります。本調はブーボーから狙いました紅葉シーズブーボーシティ、藤原弘之選手が走行しております。
36秒76でゴールであります。ファイバルトベストタイム、叩き出しましたのは宮田選手ですが、残念ながら脱輪を取られております。実況のベストは藤原博之選手の28秒993なんですが、28秒983なんですが、さあ今日のスタート斉藤かなえ選手がスタートしております。さあちょっとスピンしてしまった、ハンドルをさらに戻したんですけど、スピン脱輪はどうやら取られなかったようですが、テグレラセッション SE 立ち上がりからおむすびセッションにおじの頂点に向かうところでスピンしてしまいました。残念ながら斉藤選手1本目はスピンに終わっております。まもなく立ち止めました。斉藤高橋選手、中間10秒4差と大きく遅れました。さあそしてスタートしましたのは、こちらも関東ドライバー、ハンガイノバー選手、カヤマリード、マーベル B アップ C がスタートしています。こちらは伝統車斉藤選手と、昨年関東ミドルシリーズを戦いまして、チャンピオンを取りましたハンガイ選手、ハンガイ選手がスタートしております。さあ戻りました、戻ってまいりました。斉藤高橋選手は残念ながら、スピンを犯しております、タイムの方は1分40秒676と大きく遅れました。高橋選手1分00秒25で通過しております。バンドリフミ選手、戻ってまいりましたのはハンガイノバール選手が戻ってまいりました、タイムの方は1分27秒771、ベストタイムだったんですが雑に落とされております。ハンガイ選手ベストタイムだったんですが残念ながら雑に落とされております。今日は、バンドリフミ選手、競泳カヤマポテンジャッキーであります。さあこちらも、ハンガイ選手同様 EP8 に乗っていました。トヨタの、社員ドライバーだったんですけども、おととしよりですね、シティに乗り換えてしまいました。バン選手であります。さあバン選手中間00秒62で通過しております。競泳カヤマポテンジャッキー、続きましてスタートしました、ゼッケン10番の渡辺優香選手、トロフィーをバルボリンスキーであります。ライト前方でバン選手が戻ってまいりました。さあ渡辺選手もコースアウトしておりましたですね、スピンしております。魔のコーナーでスピンしております。脱輪を取られてしまいました、バン選手は29秒211、1分29秒211、渡辺選手1分00秒47、1分00秒47で中間地点、続きましてスタート大川選手、大川由香選手スタートしています。カヤマハード DT サンダリッキー。さあそして渡辺由香選手を戻ってまいりました。報道者は大川由香選手、戻ってまいりましたのは渡辺由香選手、タイムは1分28秒04秒ゴールできましたが、残念ながら脱輪を取られております。さあそして交渉は大川豊選手、アリストクラブ選手の会長、おもちゃは大川選手、大川豊であります。正常のおもちゃは先輩には元畑さんにもいるという大川選手、今シーズンはチャンピオン戦の第1戦、監督第1戦で良い優勝を果たしまして、交渉のいい成績でスタートしています今シーズン。
間ね、JR 中間58秒84中間鉄道通過しております。本当中間鉄道58秒84で通過しております。さあ続きましてさあゼッケン6番の、野沢選手再スタートであります。大川選手、中間選手ということで、これはベストタイム更新がございます。大川選手戻ってまいりました。最後は26秒6段目のベストタイム更新になります。滑らない結果報告が入っております。すごいように少しドライバーが少なくなっているだけなんですが、野沢選手、中間選手と58秒36で通過しています。58秒36、大川選手と中間選手をこんなことを進めました。さあ、そして今週のスタートしましたのは坂本良純がスタートしています。中間テストの野沢選手、トラッキーをファイナルスティアもスタートは危ない。遠赤に乗りまして、こちらに大きく腹をつけてしまいました。青や転倒の風に吹いそうになりました。最後は26秒499ベストでございます。さあ26秒599で大川監督をトラッキーベストタイム更新になります。坂本選手、鈴木が登場しております。さあ坂本選手は区間点を58秒16と58秒16です。58秒16ということで、区間点と野沢選手から
チャンピオンは忘れた頃にやってくると言いつつ、もうほとんど忘れてしまいましたが、究極のチャンピオン、5秒25。さあ、すべてスタート、大井谷選手スタートしております。チャンピオンリーチとシティ選手、魔のコーナーをかなり抑え気味に走っております。キャビンコーナーに向かいます。さあ、前走者龍神清川選手が戻ってまいりました。さあ、タイムは32秒856。さあ、その先をつけての走行、中間ちょっと遅れました。00秒43という中間。さあ、着きましたスタート、前線18番の堀清太郎選手、こちらは中国区チャンピオン、中国区 A1チャンピオン、マッサージパワーカードされております。マッサージのカラリングで走行しています。堀清太郎選手戻ってまいりましたのは大井谷選手になります。さあ、大井選手今ゴールをいたしまして、タイムの方は1分28秒373 28秒373でゴールであります。大井選手は残念ながら6番手ですね、6番手のためでゴール。さあ、コース上は中央チャンピオン堀清太郎選手が走行しています。エントリー名もシティで、カラリンと真っ白、中国のチャンピオンであります。から入ってまいりました。堀清太郎選手、中間計測点を59秒53で通過しております。さあ、詰まってスタート、ゼッケン19番の永瀬明選手、ダンロップ川崎エンジニアリングシティがスタートしております。昨年の PPQ シティスピードを乗れながら永瀬選手をスタートしております。戻ってまいりましたのは強力のチャンピオン堀清太郎選手、中間でちょっと遅れております。さあ、戻ってまいりました堀清太郎選手、最後の方は1分27秒42、遅れました、59秒60遅れました。昨日中間テストですね、キティ選手の56秒台が中間テストでやっております。さあ、そして追加しましたのは北春子選手、前走者の長瀬選手がスピンして止まっております。後続者北選手は残念ながら赤旗再スタートを強いられてしまいました。前走者長瀬選手がスピン後半ということで、今スタートしました北春子選手、はい、さあ、どうなりますか。さあ、魔のコーナーからヘアピン広げてください。ピンしまいました。生手を切らせていただきます。普段はユンス選手がスターティングと構えております。これは6番手タイムを叩き出しています。福永良選手がスターティングゲットに控えております。
通過しております。クロステストの皆さん、中間テスト57秒16。さあ、マリュー練習交代も開催されます。57秒96、中間テスト中間決まりました。クリマテスタート、ニューバランスのできて2秒間のアンサー選手、ニューバランスの安全シーがスタート。終わり、ついてますね、青木選手。さあ、戻ってまいりました。マリュー選手がベストタイム更新24秒937、24秒937ベストタイム更新になります。新しいカラーリングのこのカラーリングで3名走ります。中間程度して11秒23と大きく遅れました。さあ、コースをスタートしましたのは、25番のキリン選手という頑張ってエナビアでした。
スタート、仕事の森下選手、ラックピエスなど、トップセカラバッキーになります。さあ、初めて入賞したのは、この前半ラウンドの全日本、小園智子でした。27秒475で10番手。さあ、そして好調は森下選手、お酒に弱い森ちゃんであります。通称森ちゃん。さあ、機嫌のいいこの名阪シゴーズ。中間計測点に数が差し掛かっております。中間59秒5まで、ちょっと遅れているのが59秒5になりました。さあ、そして若干22台で関東地区チャンピオンを出しました。田原県リピーダー田原がスタートしております。さあ、戻ってまいりましたのは森勝選手、27秒143、27秒143、9番手、58秒44、58秒44、中間ですからコンマ6秒遅れ。さあ、そして復活、今年復活を目指した斉藤君よ。昨日と同じくちょっと1コーナーで喜んでいる。昨日と同じ状態ではちょっとやりすぎている。通常9人持ってまいりましたのはフィリピーナ田原、田原健選手が持ってまいりました。さあ、最高は1分26秒128、3番手。すげえ抑えてる。さあ、田原選手、後半で頑張りました。26秒128で3番手に割って入ります。最後はワニベ、そして伏見、そして3番手に田原健選手います。さあ、そして1コーナーでちょっと広げておりました。ミラージから再び A1 クラスに戻ってまいりました。クーニー斉藤邦夫、昨年は全日本ランキング6位でした。さあ、全日本ランキング上位のドライバーであります。上位のドライバーは次は最高の金額点を58秒2まで通過。さあ、そしてスタート、リナーズの井野明選手とダンロップ隼人、カートカーアジュールカーツ3がスタートしております。さあ、最高久保選手を戻ってまいります。うわさあ、ブリップで戻ってまいりました。タイムの方は25秒386、3番手、1つ、やはり遅れている。中間点からコンマ3秒遅れ、コンマ3秒遅れ、久保選手が通過しております。続きまして、スタート、武蔵さん、守選手、コツッとからつなぎよく、ラッテ NTT がスタートしております。25秒451で4番手やります。さあ、井野選手4番手やります。田原健がこれによって6番手、5番手に落ちてしまいました。2足全開ずっとずれると、ここまで行きましょう。ここは平気だって。俺ここダメ、ここはもう走り方変えたけど、一発目のコーナーすげえやってるから。さあ、好調は FR 見てる。それが武蔵さん、小野選手、昨年ランキングは巻き込みすぎる、だからあと1秒半くらい最後で始めます。テスト57秒43までました。中間テスト57秒43。さあ、武蔵さんの中間テストが届きました。さあ、そちらの調子のスタートからクロネックの最後の単独応援するブリットコロナスになります。さあ、今シーズン入荷のブリットバランになりました。選手はスタートしています。さあ、中間テスト、武蔵さん、守るはどうだ。さあ、タイムの方は24秒89に、ベストタイム更新、24秒89にベストタイム更新になります。今年は57秒25、中間テスト57秒25が出ました。それまでの中間テスト、武蔵さん守るのコンマ2秒少し、中間テスト今ただ安尾が通過、そしてスタートチームまたに目指したグランドスタンド前を通過しています。Thank you.
称アフリンの金さん、通称 GDC 正美選手。さあこの人の速さを止めるドライバーはいないのか。中間計測点どうだ。中間ベスト56秒36。中学生の点を今通過。
してスタートしました。大きく選手Thank you.
筑波鉄道による行政中ラストスリーダートラストダントップ白熊シティ中央バスターです。さあ戻ってまいりました。中間好タイム
30秒510。内藤選手残念ながらパイロンタッチがありました。さあそして校長、昨年の古谷社を手に入れました。昨年の古谷社を手に入れた加藤美子選手、ダノプエダブルティーズ CRX。 昨年の近畿地区シリーズ1位のドライバー加藤美子選手であります。関西レディースチャンピオン加藤美子、中間計測地点を今クリア。58秒22は中間ベストに通過、中間ベストに通過しております加藤美子。さあ昨年の古谷さん、強烈を手に入れた加藤美子選手、おっとぶらーい、パイロン倒しまして脱輪、そしてパイロンタッチがこれは取られてしまうでしょう加藤美子。さあ今ゴールいたしまして、タイムの方は、29秒356でパイロンタッチと脱輪がこれは捉えましょう、取れるでしょう。タイムは26秒054。さあ中間57秒59は中間ベスト、中間ベストやります。55秒台に入らなければいけません。
24秒998は2番手、午後1分11秒55です。さあ来ましてスタートは全権50、9番広瀬智弘選手、ダントップ10ポイント、名古屋市役所がスタートしております。57秒28、中間ベストだ。57秒28、中間ベストに通過している。さあ、すいません、今週は東北ドライバー岩崎里選手、BS 東北からスタートしております。さあ、次は西山ゴール、タイムは3番手、1分25秒003、25秒003でゴール。さあ、岩崎選手、中間計測点を今クリア、中間58秒41、ちょっと遅れました。10時から遅れてしまいました、岩崎選手。そして今スタートしましたら、まずはバサイロ連休、アレックス・マーベル、ダンロップ、カンシアレスがスタートしております。26秒197、26秒197、マークしました。さあ、スターティングリッドには全日本初出場の渡辺直明選手がスターティングリッド構えております。さあ、競技大会イースターデュールミラージュの渡辺直明選手がスタート。さあ、丸刈りとフル、ボディ補強の車は初めてだという、渡辺選手、全日本初登場であります。おっと、クラッシュパッドのパイロンを倒していった渡辺選手、場のコーナーでクラッシュパッドを倒していきました。さあ、そして、辻もちょっとリズムに乗れない渡辺。魔のコーナーでクラッシュパッドに突っ込んでいきました。さあ、そ
パイロンタッチがあります。次は13の絶景64番の片岡新選手、ブーモミラーがスタートしております。ブーボミラージュ、さあ投稿しております。片岡選手、ブルタニケチアのスペアカー、昨年は近畿地区のシリーズ12位の成績であります。継続性の57秒7ある中間3番手、さあ中間ベストは確率は山野哲也、中間を55秒台で通過しております。さあ今スタートですけど65秒コーフィット選手がスタートしております。トラップ用キャップミラージュ、さあ戻ってまいりました。24秒618ベストタイム更新、24秒618ベストタイム更新になります。中間ベスト57秒25の通過、57秒25の中間ベストになります。ベストタイムを出している片岡選手より中間でコンマ5秒マージンを得ました。さあそしてスタート、昨日の公式管理走行では5番手タイムを出している稲田勝彦選手がスタートしています。ベストタイム更新24秒443。さあ稲田選手、脱輪を取られてしまいました。昨日5番手タイムと好調でした。稲田選手実は残念ながら脱輪を取られてしまいました。中間も57秒11、中間ベストでした。残念ながら脱輪となっている、中間ベストですが残念ながら脱輪を取られてしまいました。そして江頭新司はなんとワイヤーベストに強く追いました。さあ T3 からロードスターにスイッチ、タイムアップスト23秒688、23秒688でベストだったんですが、パイロンタッチだ、ラスリングが取られております。中間継続でも1分切れない、1分1秒759、1分1秒75、1分を切れません。さあ次はスタートは長尾料理のマリア・ダンロップ、エナプダルシビックがスタートしております。30秒304。さあそして好調は中川亮選手、マリア・ダンロップ、エナペダルシビックが走行しております。さあ長川選手、今シーズンよりシビックにスイッチいたしました。さあ中間継続戦を今通過、57秒68、57秒68。さあそして昨日から好調の山田高弘選手スタートしております。一方 TRS で昭和高台車 TY、 さあ長川選手も戻りました。さあ長谷川選手が25秒28を並べて、さあ山田選手57秒66遅れているぞ。山田選手
あったのでしょうか。遅れています。さあかなりいい感じが来る。さあ山田選手を戻ってまいります。4秒363でベストタイム更新になります。後半で飛び戻しました山田隆弘。さあそしてコースではミラクル山田、山田国広が走行しています。カーツでポーリングスミス、昨年はインテグラからスイッチいたしました。長谷はインテグラで高位な成績に終わってしまった山田選手、今シーズンは松岡選手とともにスミスにスイッチであります。週間計測57秒13。週間2番手、週間ベストと本職の間にベースを越しているミラクル山田隆弘。さあ次のスタートは植木東京中アドバントとミラージがスタートしております。さあこの2人は昨年マシンスイッチに失敗しました。前走者はインテグラ、後続者の植木選手は MR2 と成績を残せませんでした。さあその山田選手がゴール、ベストタイム23秒870でベストタイム更新になります。36、中盤57秒36。さあ続きましてスタート、倉光高専の平原道タッチミラーズがスタートしております。さあ、壁選手、タイムは1分23秒。
地を走行していますのは鈴木雅之選手。さあ、おととしの全日本第一戦関東ラウンドで優勝を遂げて彗星の男が現れた鈴木雅之です。昨年近畿地区シリーズ4位のドライバー。さあ、中間系得点は鈴木選手56秒60、中間ベースの通過56秒60、中間ベース鈴木雅之が今通過していった。さあ、そして今スタートを切ったのは川口健選手、スタートを切りました。ベストタイム更新になります。中間ベストから約1秒丸々1秒遅れている川口県。さあ、スタートしましたのは松岡選手、松岡勝一、ユキ、ジッツ、サーク、ピアッチリックがスタートしております。さあ、松岡選手の方がスピンしている、スピンだ、松岡選手スピン。さあ、川口県選手が戻ってまいりました。25秒275。川口健選手13番手で終わっております。さあ、コースを投稿していますのはピーナッツ松岡、松岡和彦選手になります。残念ながら前半パのコーナーでピー、おっと昨年の山野哲也のように遠的に上げてかなり走行を見せました松岡選手。残念ながら前半で、ピンを犯しています松岡選手。ミラーと山田ともに同じカラーリング、サーツカラーで、シビックに2人ともスイッチいたしました。さあ、中間計測1分7秒5の合計1分7秒と遅れました。1分を切ることはできません。さあ、続きましてスタートは、昨年全日本ランキング9位、近畿地区のシリーズ6位のドライバー松岡選手は最後は1分38秒923を遅れました。かなり遠征に乗っかって入ってきた。さあ、次までスタート伊豆倉聖選手スタートになります。ダンドップ北本買えばシュイックランサーからシュイックにピンチいたしました。
清水選手、こちらも先頭の3秒を下して、3番手23秒前半に4人が決めた。さあ、トップは鈴木正秀であります。さあ、そしてこっちは中間走る中間関節機械管理局勝木良介、広島ピース、ナプロジェイズシビック、こちらは昨年のシビックからニューマシンにスイッチしております。勝木選手24秒353、6番手タイム56秒90分出しております。中間ベストからコンマ3秒遅れ、しかしながら残念ながらファイナルタッチをしております。さあ、そして関東チャンピオンの井上美濃選手がスタートしております。さあ、井上選手盛り上がっている、大丈夫か。残念ながらパイロットタッチがあります。3番手タイムでパイロットタッチ。さあ、そして校長はエノキ5番エノキの宗選手、スイス団のエナビラル CRX、 昨年は関東地区のチャンピオンを手に入れましたエノキの宗選手があります。57秒06で通過、57秒06、中間ベストからコンマ4秒遅れになります。さあ、そして続きましてスタートしましたのが木村直樹選手、ラックダンロップハートスリックであります。昨年のシティシティからエースマシンのスリックにスイッチになりました。さあ、江ノ島選手が戻ってまいります。23秒913、7番手23秒913で7番手でゴールであります。コーチを投稿していますのは木村岳史選手、昨年の A1 シリーズランキング4位から今シーズンシビックにスイッチいたしました。さあ、残すところ5台となりました。 A2 クラス、さあ、中間計測点も今クリア、57秒12遅れております。57秒12、マシンでしょうか、慣れないマシンで遅れております。さあ、次はセンターときましたのは片山和也選手のビエトオリンピックアジュールスピックがスタートしております。さあ、スピックが続きました。おっと、パイロンタッチしながらどうにか持った木村和樹、タッチの保存が入っている。タイムの方は24秒539、24秒539で10番手タイム。さあ、中間手を56秒に通過しました。56秒に足中間ベストに通過している。さあ、中間ベストの鈴木正秀をコンマ3秒通過してくれた。さあ、そして古谷選手とアデラカラーレンジで2番手であります、本日のベストタイム22秒56で山野、片山達也が、トップになっております。さあ、そして今シーズンシアレクターミラージに行った古谷哲也、ダンロップブーボーエナベルミラージがまもなく中間加速ミラージがスタートしています。
って今スタートはチャンピオン山手じゃアメックスシビック EX がスタートしておりますさあマッキーは今シーズン新たに降ろした2人のドライバー降ろしてまいりましたプラスにどうだ山田治療されて筋を抜けていくさあどうでしょう中間計測55秒25中間
があります。営業と本当選手は10番の選手がベンチにいます。さあ続きましてスタート、ガマー総選手ガンダップ、ビッグマスthank you.
1秒695。またまたワンツーなるか。
マットです。中間テスト。さあ、そしてラストゼッケン。昨年三冠を達成した川端はついて AS に越します。アジュールランチャー。さあ、小林選手と同じくポジト立ち上がりのスター村上選手になりますが、ガマス選手アイロンタッチがあったのか、行き過ぎました。ガマス23秒714、1本目ホエンにおる。決してオフィシャルにジュースや弁当を配りに来たのではありません。ベッドはちゃんとした競技家であります。インプレッサワゴンであります。カナダでは唯一ワゴンボディ SDI、 しかしマフラーは一番太いじゃないでしょうか。ダートラでも亀田選手はインプレッサワゴンを先週の全日本で、デビューさせました。残念ながら日本とも見越すと成績ありません。さあ、小林選手のインプレッサワゴンどうでしょう。パイロンが揺れている。パイロンが揺れてしまいました。3でパイロンが揺れた小林選手、プローバーのフルサポート。ダンロップがやばプローバーインプレッサー中間計測点を今クリア。58秒38。さあ、続きましてレディーストライカー続きます。川田英子選手、アレックス・ポゼンザ FET ランサー。さあ、戻ってまいりました小林優香選手。タイムの方は26秒412、26秒412でゴールであります。クリア。57秒36。さあ、そしてスタートは森田克也選手になります。 BS サーカーのドゥインパックトランサー。さあ、戻ってまいりました川田英子選手。タイムの方は24秒560。さあ、そしてコース長は森田克也選手。去年いけないことをしてしまったので、こんなに速い絶景になってしまいました。森田選手、しかし昨日はベストタイムを叩き出しております。インプレッサがランサーエボ3かと言われていたんですが、蓋を開けてみればランサーエボ2でのエントリー。さあ、中間検測地点54秒51。さあ、続きましてスタート、キモン・マサワ選手、プロジェクトビューダンロップランサーであります。戻ってまいりました。名人森田からぐるっと森田になってしまった昨年。さあ、ゴールしました。タイムの方は19秒19。
19.97 ベストタイム更新、19秒997でベストであります。さあ、明快パワーでベストタイムなるか、58秒フラットで通過。中間ベストは森高選手の54秒51。さあ、そして NSX 車両価格1000万円となっています。ツアーのワーク選手、ミエステージオートルックワーク NSX 戻ってまいりましたが、基本マサル選手であります。関東地区のダンション戦第1戦が6に入っている久保選手、タイムのは25秒183、25秒183で3番手。さあ、そして好調角田信明選手、A 車両の中では一番車両価格の高い NSXR。 関東地区のチャンピオン戦後半戦ではようやく入賞できるようになりました。さあ、戻ってまいりました。中間計測地点57秒23、中間57秒23で通過。森田和也選手で2番手タイムで通過しております。さあ、今週は遠藤和也選手、ダントツオーリングチャレンジャー M3 がスタートしております。さあ、戻ってまいりました。角田選手ちょっとターンで外に膨らんだ今ゴール。タイムの方は24秒337、2番手24秒337で2番手ですが、森田選手からはさあ56秒17で通過。さあ、そしてスタート、こちら SSITI 岡田敷雄選手のブーボーダンロップラックインプレッサーがスタートしております。伝統者戻ってまいりました。遠藤又也選手、おとしの近畿チャンピオン。さあ、ゴールを離しました。タイムの方は22秒659、22秒659でゴール。2番手であります。2番手でゴールいたしました。さあ、そしてご視聴は岡崎剛選手のブーボーダンロップラックインプレッサー MR2 から乗り換えました。さあ、岡崎選手、中間地点は56秒96、56秒96通過しております。さあ、次のセンスタートは吉田長一選手、マーベラスの馬 J ランサー通称竹園選手が走ります。 M1 であります。エボリューション1は1台ではないでしょうか。さあ、インプレッサー STI 岡田剛が戻ってまいります。タイムの方は23秒775、23秒775でゴールであります。3番手タイム。コース雑輪ミスコース扱い。エボ2ですね、こちらはエボリューション2。
ゲットが19秒997です。さあ中間計測を今クリア、続きましてスタート、上村喜一郎選手 PS オーリンズピオンランサーがスタートしております。さあ戻ってまいりました吉田選手、中間2番手タイムでキックオフになりますが、さあタイムの方は22秒631、2番手22秒6間計測を55秒71、中間2番手55秒71で通過しております。さあ、中瀬さん126番の藤本陽一選手が100番手にスタートしております。さあ、戻ってまいりました梅村慎一郎選手、22秒132、2番手22秒132。さあ、ドキドキタイムアップは続きます。吉田選手を下しまして2番手に上がってまいりました、梅村慎一郎選手。さあ、コースを走行していますのは藤本陽一選手であります。さあ、藤本選手は中間地点を今クリア、56秒61で通過。さあ戻ってまいりましたのは吉本陽一選手。さあタイムは23秒688。ちょっとリアが出すぎた。今大会は3台の M1 であります。さあ戻ってまいりました。さあ中間計測を57秒32、さあ次はセンターの児玉智選手のコロンピオキノコランサー白いのスリーがスタートしております。さあ戻ってまいりましたのは渡辺選手ゴールであります。23秒658。さあ中間計測地点を今クリア、57秒82。次のスタート、杉浦真帆選手のアレックス・トランピオ・コブラナンサーがスタートしております。さあ戻ってまいりました児玉智一選手、タイムの方は24秒965でゴール。クリアしているのは杉浦誠、アレックストライン、ドライバー魂。去年よりランサー相没、今シーズンは相没にとランサーを乗り切ってまいりました。さあ中間計測点57秒58。さあ次のセンターとは川崎龍選手のウィッツ、ウィット、ワーク PS ランサー。
でコースを走行しました塩川コーディポテンダーオレンジリジストランサーさあ戻ってまいりましたインド人川上川上美濃選手スーパー A3 変わった川上選手が24秒816ということで19.13マークですねさあそして復活の兆しあり久保田浩二選手完走して第1戦では久々の表彰台第1戦をゲットした復活の兆しあるよ久保田浩二でありますトレンザーオーリングリジストランサー昨日は金が山添にいた久保田浩二は中間地点56秒4423秒104は5番手でプロになりますクリア56秒クリアしているさあ電気戻ってまいりますしかし中間でかなり遅れているでゴール
8番手の号となりました。さあそしてコース長は天間教授、通称自分ではジムカーナ会のオリオールと歌っておりますが、似ているのは頭だけではないでしょうか。オリオール、さあ続きましてスタート、田中美濃選手、北王子、極楽堂、ブーボーランサーズ、通称極楽堂、通称ボクちゃん、天馬選手が21秒231、2番手21秒231で2番手です。さあ好調田中選手、新規地区今シーズン第1戦第2戦と優勝しております。北王子極楽堂、仏壇仏具のお店であります。今シーズン絶好調、収穫点を55秒8秒で集まるでしょうか。さあ次のスタートしましたのは吉田、中井、アスリット選手スタートしています。中井アスリット選手はスピンしているか、スピンだ、パイロンも蹴飛ばしている。中井アスリット選手スピンしております。中間3番手で通過しております。ライバルは天馬教授、その天馬選手に中間でコンマ3秒増えている。次の選手はそこらジム選手のダンロップハート FI インプレッサースタートしました。さあ戻ってまいりました宮島関東、タイムの方は21秒592、4番手21秒592、4番手です。さあ好調、昨年ミラージュからインプレッサで全日本第一戦水星のごとくデビューした徳永選手、インプレッサから今回はインプレッサ SEI にスイッチしました。ハートのシャインドライバー、竹市プロジェクトの、シャインドライバーであります徳永秀典選手。さあインプレッサ旋風なるか、徳永選手中間56秒くれた、全日本第1戦ではインプレッサの綾野選手が勝っておりますが、自分からまでは今のランカーが上に来ている。さあインプレッサどうでしょうか。さあ直線はかなりいい感じで徳永選手いっていますが、中間地点では遅れている徳永秀典、
さあタイムの方は22秒411で7番手54秒30森田勝也が上回った中間森田勝也が上回りました54秒30で佐藤浩太が駆け抜けていったタイム19秒898。さあどうだ。
52秒大流れで通過しております。さあ戻ってまいりました、馬場選手 FJ ドライバーからジムカーナ転身、タイムの方は17秒383、さあのっけから好タイム、のっけから好タイムが出ました、17秒383。続きましてさあと毛道江藤選手、毛道連中 KR03
水沢和江選手とビッグランナーの監督 BP まだまだ伸びている。どうした水沢選手のマシンがジャンカップにデビューした。マシンどうしたでしょう。あの PT の表彰を飾ったマシン、トラブルだトラブルだ、マシントラブルが水沢選手。R7 の流れを切り出すこのマシン、飯田選手残念ながら1本目はイタイヤの模様です。だから1本目はイタイヤに終わります。さあそしてスターティングです。次は佐野選手のダブルスジュニアであります。ベストタイムを出している馬場選手とのダブルエントリー、佐野と吉高選手。さあスタートしました。吉高選手スタートされます。アーススクープオーバルス、
しております。首を振りながら。昨日からブレーキに悩ませている鈴木選手でありますが。さあ、火を吹くマシンは変わらず、火を吹くロケットマシン、アドバンチ、ルート3バインダーレースエマゴール。タイムの方は22秒731と、5位6番手。さあ、鈴木選手、行き過ぎてしまいました。山本選手はスターティングウィッチに控えております。さあ、そして今スタート、今シーズンニューマシン山本和弘アドバンス T3 がスタートになります。オイルむき出しのマシン、大皆さんを回せるマシンだ。ちょっと不調に終わってしまった。さあ、そしてこちらも注目のマシン、鈴木ポスポーツが送り出したタプチーノ、その2 D クラスパワーフィルター SS タプチーノ、あえてミッドシップではなくフロントミッドシップレイアウトを採用したタプチーノ。900cc の190馬力、今回がデビュー戦であります。さあ、どうでしょうか、大沢選手。フロントミッドシップレイアウト、カッチの FR クローラー。さあ、中間地点を52秒8、中間タイム2番手が中間ベスト、馬場からは4番秒差、3秒の戻ってきたターゲットタイム17秒38でした。惜しい、届かず、17秒390、惜しい、1000分の7秒は届かない、1000分の7秒は届きません。そしてスタートはラスト絶景、フルセミスオートロック単独首位、中間ベスト52秒を破ることができるか、まずは中間計算。